ノルトハイムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ノルトハイム軍に属す中規模都市である。同軍の軍庁所在地であり、かつての半座都市である。面積約145平方キロメートルのこの、ヨーロッパ都市には、約3万人が住んでいる。ノルトハイムの面積は、アインベックに次いで、南ニーダーザクセンで2番目に広い。ノルトハイムは、 ハルツ山地の南西の市民役の一番外側、ゾリングから数キロメートル東のニーダーザクセン、ベルクラントの南ニーダーザクセンに位置している。この町は大都市ゲッティンゲンの北20キロメートルにあたる。この市の中心部を統計10度の京線が通っている。商店街ブライテ通りでは白い敷石で京線を示している。ノルトハイムをルーメ川が流れている。 この川にはかつてノルトハイマー・ミューレが稼働していた。ランゲンホルテン前地区を流れるデューネ川は、連邦道 B241 号線の橋梁付近でルーメ川に合流する。市の西側の遠くないところをライネ川が南北に流れている。中核地区の北西 4.5km でルーメ川と西から流れてきたモーレ川がライネ川に合流する。ノルトハイムは、 ノルトハイム故障地域に面している。この故障地域は2006年8月現在、砂礫採掘で形成された総面積360ヘクタールの12の故障がある。採掘完了までに少なくともあと3つの故障が現れる。最大の単独湖は面積160ヘクタールを超える。この湖は水浴場や 例えば定期的なヨットレースなどのウォータースポーツに利用されている。ここでは毎年数多くのプログラムがあるノルトハイム故障祭が開催されている。故障地域のその他の部分はノルトハイム故障地域水鳥保護区などの自然保護地となっている。これに加えて以下の集落もこの市に含まれる。括弧内はその集落が含まれる市区である。ベッツェ・ブルンシュタイン。 グーとビッカースハウゼン。かつてのヘッケルハイム修道飲料の防衛砦で,で6人の住民が住むギュントゲンブルクは反面シュテットに属す。ノルトハイムは北はアインベック、カーレフェルト、クライエンゼンと境を接する。東はカトレンブルクリンダウと接する。南にはメルテンハルデンベルク、西にはモーリンゲンが位置する。2008年中頃、 ノルトハイムの北北東約 15km の地点で発見されたローマ時代のカーレンフェルトの戦場跡は2世紀末から3世紀初めにローマが少なくとも一時期はノルトハイム周辺の地域を制圧していたことを示している7世紀にノルトハイムに関する最初の言及が記録されているそれはフランク人貴族ナイトハートとその妻エガヒールドが ノルトハイム、メーデンハイム、ズートハイムの土地を古田修道院に寄贈したというものである。800年頃、現在の聖塾スティ教会付近にザクセン人の定住地があった。この集落は後にオーバードルフと称した。この入植地がもともとどう呼ばれていたかは伝えられていない。同じ頃、近くに通商路の保護に寄与すべきフランク人入植地があった。 この集落は10世紀に、ノルトハイム博の所領となっていた。リッティガウノー博、ジークフリート・フォン・ノルトハイムに関する最初の記録は、982年の、日付のある皇帝夫一世の文書に残されている。ノルトハイム博の宮廷所在都市としての最初の記録は1002年に、なされている。ノルトハイムのジークフリート一世、ジークフリート二世、 ベンの及びハインリーヒフォン・カトレンブルク、ウードフォン・カトレンブルク4月30日の夜から5月1日に、ペールで修道院で、マイ埋線編教白エッケハルト一世を殺害した。1050年頃に、ノルトハイム博夫は、エッツォケ・シュバーベン大公夫2世の娘で、ベルル博ヘルマン3世の家父、リヒエンツァと結婚した。 この結婚により彼は所領をかなり拡大し、当時もとも名声が高く、最も裕福な諸侯の一人となった。夫は、1061年に、ハインリヒ3世の未亡人アグネスから、バイエルン公領を贈与された。ハインリヒ4世が、ノルトハイムを訪れた際に殺害する計画を、練っていたとされた夫は、1069年に、不敬罪で有罪とされ、 これによって、霊園の権利もバイエルン行為も失った。オットーフォン・ノルトハイムは、1083年に落馬して、死亡したが、当時ノルトハイムに、修道院の設立を計画していた。この修道院の保護下で、現在のブライテン通り付近に市場を中心とする、集落が作られた。これが、ノルトハイムの邦画となった。1110年、オットーの孫リヒエンザフォン、ノルトハイムは、 ロタール・フォン・ズップリンゲンブルクと結婚した。ロタールは後に神聖ローマ皇帝ロタール三世となり、彼女は皇后となった。リヒエンツァは、ハインリヒシシーの祖母に当たる。ノルトハイム博の男系家系は、ハインリヒ・フォン・ボイネーブルクの死によって1147年に断絶した。修道院を含むノルトハイム博の所領は、ヴィンツェンブルクハクヘルマン二世のものとなった。 その5年後にヘルマンが殺害され、修道院はハインレヒシシ校となった。ヘッケルハイム地区で発見された1437年の刻印がある高架ノルトハイムは1204年に初めてキビタスとして記録されているが、都市圏はその50年後の1252年に与えられた。これにより、現在も一部が残る死壁が建設された。 1246年にノルトハイムは 50km 離れた都市半ン,ンデンと相互防衛同盟を結んだ。ブラウニシュバイクリューネブルク港の大官所は1334年から視聴者として利用された。同じ頃ノルトハイムは貨幣中造権を獲得した。この時代からノルトハイムは経済的に交流し、1384年にハンザ同盟に加盟した。 1477年に最初の私立学校が設立された。この学校はギムナジウムコルフィニアヌムとして現存している。1480年頃にすべての修道院施設が改築されたと記録されている。この頃1485年に修道院のゴシック様式のホール式教会が建設された。しかし宗教改革によりこれらの建設工事は 中止に追いやられた。ノルトハイムは、プロテスタント化された。1539年3月7日、宗教改革家、アントン・コルビーヌスはこの町で、最初の教会法を制定し、議会は、聖ジクスティ教会の保護者となった。その数年後から1529年まで修道院は、死の提当となされ、1562年に、宗教施設としては閉鎖された。 ノルトハイムが、ハンザ同盟の船員であったのは、比較的短い期間で、1554年にはすでに、脱退している。1568年と1574年にルメ、川に初めて石橋が架けられ、最初の薬局が作られた。1654年から1658年に、マテウス・メイリアンの同伴街に描かれた、ノルトハイム街の歴史の転換点は、 修道院に対する、抵当権を喪失した1529年に、訪れた。30年戦争は、ノルトハイムも見過ごしにはしなかった。1626年には、皇帝軍によって3度も包囲された。最初は4月8日から17日にかけて、マルティーニ隊長の率いる軍に、ついで8月6日から10日にかけて、ブランカルト隊長の軍に包囲された。 三度目の包囲戦は、九月から、フィルステンベルク博とブランカルト隊長によるものであった。その翌年、ノルトハイムは降伏し、三百人の中流兵を受け入れ、週三百ターラーの食料費を供給しなければ、ならなかった。カトリック軍の将軍ティリー博は、 ノルトハイムの防衛施設の破壊を命じ、防類の解体、内堀の埋め立てがなされて満足したのは1629年に、なってからであった。1641年は、ノルトハイムにとって陰惨な年であった。武装解除された、この町が、ピッコロミーに将軍に襲撃され、情け容赦なく略奪され、多くのノルトハイム市民が犠牲となった。 以前の経済的繁栄は、遅くとも30年戦争によって終焉し、その後は衰退し、貧困化していった。1832年に消失した、旧市庁舎1702年、市議会の主権は解消され、両方君主の支配下で、市参次会制度に置き換えられた。戦争で生じた空き地は18世紀前半に、国が奨励する建設プログラムによって、姿を消した。 この世紀の後半には、市長ヨハンアハタ・アキルヒエンのもと、模範的な行政運営がなされた。ガルデキュア・ラジーア通りの旧の地にわずかに残る墓の、一つがアハタ・アキルヒエンの墓である。1773年、古い指紋が、新しく広い門に建て替えられた。これは、新しいヘール通りの建造に合わせて必要だったので、ある。1803年、 いわゆるゲズントブルン年沿いに流行線が発見された。ベスト・ファーレン王国時代、ノルトハイムは、ライネ・ケンゲッティン・ゲンカに属した。最初の新聞は、ノルトハイマー・ボーヒ・エンブラッドで、1831年から発行されている。その翌年に、市の中心部で甚大な火災があり、46件の住宅、薬局、豪華な視聴者が犠牲になった。 視聴者を失った。この町は1842年にエンテンマルクとソイのルーマニア貴族の館を購入し、この館は20世紀半ばまで視聴者として利用された。1848年、唐の昔に重要性を失っていたモンがついに取り壊された。この同じ年に市民軍が組織され、現在も存続している体操クラブが設立された。19世紀後半、 ノルトハイム軍の設立によって、この町に、広域の行政本部が置かれた。この頃、町の経済的重要性が再び増していった。1854年に、ハノーファーからゲッティンゲンへの鉄道が開業し、南向きの支壁が開けられて新設された、軍病院への入り口に至るクルツェン通りがここに、通された。病院としての機能は、20世紀になるまでこの建物に、 保持されていた。1950年代に、ビーターエンデに新しい建物が建設され、病院はここに移転した。これにより開いた古い病院の建物は、市役所として利用された。現在のビーター通り付近の市壁が取り壊されたことで、ベルクビーターは1867年に、住宅地として開発された。1868年の、 鉄道南春津線開通に伴って駅が設けられた。1878年にゾリング鉄道が開業し、ノルトハイムは重要な乗り継ぎ駅となった。鉄道は、その後、この町の発展に寄与した。1883年、ノルトハイマーベルクの山頂に、現在もハイキングの目的地として、人気のビーター島が建設された。1890年には、 私立博物館が設立された。1892年から、ノルトハイムの工業化が、特に、タバコ産業と製糖業の分野で始まった。さらに大規模な浄水施設ルーメミューレが作られた。同じ1892年にノルトハイムは、またしても火災に襲われ、マルクト広場の東側の家屋とブライテン通り東部の北側が、大きな被害を受けた。 現在丸くと広場沿いに歴史主義様式の石像建築が比較的多いのはこのためである。1920年に水道と運河の整備が始まった。7年後、二つ目のノルトハイムの新聞、ノルトハイマーノイエステンナハトリヒテンが発刊された。現在この新聞はヘッセン、ニーダーザクセンアルゲマイネの一部として存続している。1912年から、 ノルトハイムに電気が供給された。第一次世界大戦中、ノルトハイムに可視化に養成学校が置かれた。この学校は1915年から1918年まで運営されていた。1920年から住宅難が深刻化し、このため転入が禁止され、公益建設協会が設立された。ノルトハイムのバイマル共和制から、 国家社会主義の勃興期は、ウィリアム・アレンの作品、ダス・ハーベン・ビアトニヒとグルトのテーマとなっている。ただし、ノルトハイムはここでは、ドイツの平均的な小都市の例として、タールブルクの偽名で登場する。NSD ・オッピーは、中産階級中心で、保守的なノルトハイムでは、急速に権力を掌握した。 1933年から死壁と防類の改造が行われた。1934年から1936年に国家労働法師団によってニーダーザクセン野外ステージが造営された。これは現在でも北ドイツ最大の野外ステージの一つである。1934年と1939年にこの町はムスコブの集会が開催され、 帝国で重きを成した。空爆によって壊滅的な破壊を受けたノルトハイム駅、第二次世界大戦中、特にノルトハイムは、激しい破壊を免れた。しかし、1944年9月、ノルトハイム旧市街周辺への空爆で甚大な被害を受けた。さらに、1945年2月と4月の激しい空爆によって、 堂々とした改札ホールを有したノルトハイム駅は完全に破壊された。これを例えばゲッティンゲン駅がそれほど大きな存在被らなかったことを比較すると当時のノルトハイム駅の重要性がこの爆撃によって示されている。4月9日に米軍の戦車隊がこの街に進行した。これによりノルトハイムでの戦争は終結した。第二次世界大戦後 町と駅の復興が始まった。ノルトハイムは新たに設けられたニーダーザク選ン州の一部となった。1952年に市の創立700年祭が祝われ、ポーランドのプルドニクの支援都市となった。1958年に大規模な学校建設プログラムが開始された。第二次世界大戦前、ノルトハイムは平営の所在地であったが、 1961年から改めてドイツ連邦軍駐屯地となった。この駐屯地は1992年に廃止された。1967年にフランスの都市トゥルラビルと姉妹都市となった。1969年から旧市街の近代化が始まった。1970年代の初めまでに、 修道院の建物の大部分が取り壊され、シティセンターが建設された。ニーダーザクセン州全土を対象とした行政改革によって、周辺の15の町村が、ノルトハイムに合併し、現在の市区が形成された。これにより、ノルトハイムの人口は3万人を超えた。ノルトハイム軍は、アインベック軍及び、ガンダースハイム軍やドゥーダーシュタット軍の一部を取り込んだ。 ノルトハイム市は新しいノルトハイム軍においてもそれまで道理軍長所在都市の地位を保持した1976年から旧市街の歴史的建造物の修復が始まったこの年には私立ホールが建設されたがこの建物は数年後に消失し1986年に新しく建て直された1986年から 市内中心部に、ほぼ全方角への道路を包含する歩行者、専用地区が設けられた。それまで中心部は、自動車による通行が可能だったのであった。翌1987年に東バイパス、西バイパスが開通した。2002年、ノルトハイムは、ニーダーザクセンの日の主催者となった。同じ年にギムナジウムコルビーニナウムの創立525年祭が、 開催された。この町には、プロテスタントイコールルター派協会と、プロテスタント自由協会がある。また、カトリックの教会組織もある。この他、新首都派協会やムスリムの組織もある。1933年以前にノルトハイムにあった、ユダヤ教組織はナチスによって解体されたが、第二次世界大戦後、新たに組織された。エホバの承認も、 ノルトハイムに集会賞を持っている。ノルトハイム市議会は38議席からなる。第二次世界大戦後のノルトハイムの市長を歴記する。2013年1月に市議会は34票の賛成票で当時の市長、キューレに対する解任を決議した。2013年2月4日に住民投票により解任が決定し、これによりキューンは失職した。 ノルトハイムの師匠は以下の図柄である。下部は赤い身部の山形、その上部は緑地。赤字部分には歩く金色の獅子。山の上に銀のゴシック書体で N の文字が壁に書かれた銀の城城の上に赤い屋根の塔が3本あり、城の両側に同じ形の塔が2本ある。1250年頃まで街のシンボルカラーが赤から、 木であったことが証明されている。ハノーファーのニーダーザクセン州立文書館に保管されている。この町の文書の紐にこの色が使われている。赤は昔のザクセンの縦の色であり、黄色は現在の紋章の構成要素でもあるブラウンシュバイクの指示に基づく。さらに木と赤はもともとベルフケの色でもある。ベルフケとノルトハイム白化との間には緊密な。 結縁関係があった夜の劇場。夜の劇場は、旧消防署の建物を利用した有名な人形劇の劇場である。この劇場は2001年に開館した。ニーダーザクセニア外ステージは1934年に建設された。このバルトビューネは、もともとは民会場として計画されたものである。戦後、 非公式な第1回ドイツ体操選手権の会場となった。近代化工事とインフラ整備の後、現在の野外アリーナとして頻繁に利用されるようになった。ブナの古木に囲まれたこのアリーナには8000人が収容できる。バルトビューネ・ノルトハイムは NDR1 ラジオニーダーザクの民族音楽祭で全国的に有名である。トレンドの催しとしては、 フルトシュタトゥースがある。これらを別にして、このステージは、地元のグループや組織にも利用されている。映画館、シャウムブルク・シャウブルクは、中核宿に唯一ある、映画館である。映画文化は、ノルトハイムでは、長い伝統を有している。1912年にノルトハイムで、最初の映画館、ロアヤールテアターが作られた。この映画館は、 第一次世界大戦前に、セントラルテアーターと改名された。1923年に、マルクト広場近くに、別の映画館、ノルトハイマー・リヒトシュピーレがオープンした。この映画館は1936年に、シャウムブルク、フィルムウント・ビューネという名前で500席の館として、再オープンした。1950年代に3つの映画館、カピトールができた。 1970年代の映画危機器の結果、1980年代半ばにカピトールは閉館した。全国的に有名なポルノ映画館となり、クルベルとも呼ばれたセントラルキーノも持ちこたえることはできなかった。シャウブルクにとっても時代は悪くなっていった。しかし1986年にシリーズホールが消失したことで、 シャウムブルクは1989年までしばしば劇場として利用され一時的に収入を確保することができた。1997年にこの映画館は完全に改装された。シャウムブルクは州や連邦レベルの映画賞で数多くの賞を受賞している。2002年にシャウムブルクに2つ目のホールが作られた。 旧修道院の西側に面した聖ブラジウスの向かいに1478年に初めて文献に登場する木組建築製シュピリットスがある。この建物にはノルトハイム郷土博物館が入居しており、2004年からは重要なノルトハイムヘッケルハイムの出土コインが展示されている。ノルトハイム旧市街、ノルトハイムは主に16世紀から18世紀に建設された。 木組建築からなる、よく保存された、旧市街を有し、かつての市壁の大部分が保存されている。中でも大きく、市の風景を決定づけているのが、プロテスタントの聖塾スティ教会である。この教会は三道式の後期ック様式のホール式教会で、ニーダーザク先週州南部で最大の教会オルガインを備えている。 2009年4月6日の朝に起きた火災で8棟の木組建築が被害を受け、そのうち6棟は取り壊さなければならなかった。消防団の素早い対応により、例えば旧市街の広い部分が犠牲となった19世紀のような壊滅的被害は免れた。1734年に市場礼拝堂の南側にあるてバヒエと呼ばれる木組建築が設けられた。これは、 市の中東部大使機関のための兵営監視所として用いられた。この建物は400ターラーを費やし、1738年からは城をいただいている。1986年秋から、アルテバヒエは、ノルトハイム市の老人交流所として利用されている。ノルトハイム湖水地区の港砂れ採掘で形成された、ノルトハイム湖水地区は、 約360ヘクタールの広さに、現在12の人工庫がある。今後少なくとも3つが増える予定である。ここには、いくつものレジャーを楽しむことができる。例えば、遊歩道、水浴、ヨット、サーフィン、潜水や釣りなどである。自然愛好家には、動植物保護保護区である、ノルトハイム湖水地区水町保護区がある。この保護区は、 当初三つの湖で構成されていたが、あとに四つに拡大された。湖水地区は今日すでに、ノルトハイムの文化生活、余暇生活の重要な構成要素である。ヨットやレガッタの国際スポーツコンテストや、湖水祭には、遠近を問わず、何千人もの客が湖に、あるいは町にやってくる。路地に遮られながら並ぶ多くの小公園が、私壁の北端を示している。 そこは、緑地で縁取られた散歩道になっている。さらには、多くの池や大きな、子供遊戯広場を持つミニゴルフ場も近くにある。ガーデキュラジーや通り沿いに、18世から19世紀に、使用されていた古い市営墓地がある。この旧墓地は、最もよく保存された、市壁前に位置している。墓地は1875年10月19日に、 現在も使われている反面通りのアムハルス島アシエ墓地に移転した。旧墓地は現在公園となっており、わずかに残る墓石や病床がかつての用途を忍ばせている。旧ザンクトブラジーエン修道院、ノルトハイム市には二つの旧修道院がある。一つは市東海のビープレヒツハウゼン修道院である。また、中核市区には 旧ザンクトブラジーエン修道院の建物が残っている。ノルトハイムには多くの宗教建築が中核市にも楽しくにもある。20世紀になってノルトハイムの宗教活動は明らかに拡大している。中核市区には3つのプロテスタント教会が存在している。ノルトハイム最大の教会が聖ジックスティ教会である。この教会は ゴシック様式で中世に建設されたものである。この他の中核地区にあるルター派の教会が、首都教会とコルビーヌス教会である。これらの教会はそれぞれ信者組織を有している。中核地区にあるカトリック教会が、聖マリア教会で、1886年に、建造された。ノルトハイムは、伝統的にプロテスタントが優勢であり、この教会が市内で、 唯一のカトリック教会である。この他に、いくつかの地区にもプロテスタントイコールルター派の宗教施設がある。中でもビューレ地区の聖オスバルディ教会とズートハイム地区の聖ニコライ教会は、特筆に値する。新首都派教会組織は、オストプロイセン通りに礼拝施設を有している。さらにガルテン通りには、エホバの証人の王国ホールがある。 インプスハウゼン城インプスハウゼンの城館は約1万3000平方メートルの城館公園を有している。1862年から1864年に建築家ヨハネス・ラッシュがシュトラーレンハイ向けの屋敷としてイギリス式ネオゴシック様式で建設した建物である。第二次世界大戦後、シュトラーレンハイ向けはこの城を引き払い、建物はしばらくの間、 宿泊施設として利用された。1946年から1951年まで、ポーランドの陸軍幼年学校、1952年からは、プロテスタントイコールルター派宗教会の神学校となった。1963年にヘンニングフォン、シュトラーレンハイム男爵は、この城を宗教会に寄贈した。1998年以降は、 キャンパスクルセード4、クライストの所有となっている。オットークの噴水19世紀になるまで、ノルトハイムに記念碑は、ごくわずかしかなかった。1820年にアーレントシルト少佐の栄誉を、検証する記念碑が、キュガルデ・キュラジアー平営後に建立され、ベッセルシュタイン記念碑が1880年に、建立された。これら両記念碑は、個人的な性格のものであった。 1866年と1870年から71年の戦争で亡くなった犠牲者のために彫刻家エーバーライナウフによるゲルマニア像が1879年にミューミスター広場に建設された。20世紀初めにはマルクト広場にモニュメンタルな噴水を作る計画が立参された。記念碑の英雄としてオット・フォン・ノルトハイムが選ばれた。 この白のブロンズ像を備えた噴水は1907年に完成し、除幕式典が開催された。しかし1918年に、ブロンズ像は軍事品生産のためにいつぶされてしまった。噴水の台座は後に、現在のシティセンターに移され、装飾がないままの姿を見せている。この噴水は1980年代に改修が行われた。 1925年に、かつてのコルビーニアヌム、現在のマルティルター学校前に戦争記念碑が建立された。2000年以降は、第二次世界大戦での死者に向けての記念プレートが取り付けられた。検証碑は墓地にも建てられている。1944年、教会前のゲルマニア像もいつぶされた。残された台座は、 教会の改築に伴い1959年に取り除かれた。1954年、もう一つの戦争記念碑がビーター地区の武道山に設けられた。1933年にノルトハイムにシュラーゲター・アシュタインがあったが、1971年に撤去され、1989年に完全に破壊された。第二次世界大戦後。 さらに記念碑が建てられた。それは戦争に関わるものばかりではなかった。1966年からプフェニー碑の泉が存在している。これは噴水として計画されたのだが、すぐにその用途では使われなくなった。エンテンマルクトの旧市庁舎前で殺害されたユダヤ人市民を追悼する記念碑が1993年に除幕された。 国家社会主義の時代に殺害されたユダヤ人を記念して2007年2月市内中心部に16個のつまずきの石が設けられたこの追悼プロジェクトはン林源強制収容所記憶公園整備も支援したつまずきの石の付設は多くの市民が参加して行われたリュッキングスワレーのルーメ川に架か,かる橋の北側にある緑地には 2009年11月9日から、ベルリンの壁のオリジナルの一部が設置されている。これは、旧ノルトハイム弊社カメラサークルによるベルリンの壁崩壊20周年を機会に、ノルトハイム氏が設置したものである。もともとは彩色されていなかった表面は、ギムナジウムコルビーニアヌムの女性とたちによって、芸術的に彩られている。 ギムナジウムコルビーニアヌムノルトハイムには24の教育施設がある。最も有名な学校はギムナジウムコルビーニアヌムである。この学校はドイツ語圏で最も古いギムナジウムの一つである。他には9校の基礎家庭学校、5校の職業、訓練学校、4校の継続教育学校、1校の本家庭学校、1校の実家学校、1校の養護学校、 一校の全日制学校がある。自動車産業における、経営学のための国立専門学校や金属と、工学のための国立専門センターも、ノルトハイムにある。ノルトハイムは、ゲッティンゲンの北 20km、アインベックの南東 16km に位置し、アウトバーンへ7号線及び、連邦道 B3 号線。 B241 号線、B248 号線に面している。2007年秋にノルトハイムの西バイパスが完成した。街を、鉄道ハノーファーフランクフルトアムマイン線を呼び、ハノーファービュルツブルグ線が通っている。また、この街からヘルツベルクアムハルツを経由して、ノルトハウゼンに至る南ハルツ線がある。また、ゾリング鉄道が、オットベルゲンまで運行している。 地域の西をハノーファー・ビュルツブルグ高速鉄道路線が通過している。2009年12月のダイヤ改正以降、ノルトハイムを経由するインターシティの列車本数が大きく減少した。多くの IC はハノーファー南線ではなくハノーファー・ビュルツブルグ高速鉄道路線を通るようになった。わずかに3本の列車がライネタールを通って、 昔ながらにアルフェルとノルトハイム、クライエンゼンを経由するようになった。2011年時点では、ノルトハイムに停車するインターシティは存在しない。市の東部、湖水地区の真ん中にノルトハイム飛行場があり、遊覧飛行機やチャーター機が利用している。新士向けの夜回復や、外出着メーカーであるウィルバースト社は、ノルトハイムに本社を置く。 コンチネンタルの子会社であるコンティテックエラストマー、ベシークタンギン GMBH は、被覆剤などのゴム製品や、印刷分野でのゴムブランケットを開発、製造している。この他には、コンティテックバイブレーションコントロール GMBH、コンティテックシュラウク GMBH、コンティテックトランスポートバンドシステムなどがある。新ザ・ハイパックグループは、 もともとはダンボール製包装資材メーカーであったが、今日では、ディスプレイ、印刷サービスやコンサルタント業も行っている。サベウカンストストフェワークノルトハイム GMBH は、熱化素性樹脂や熱化素性エラストマーから、ダイカスト製品を開発、製造している。ノルトハイム軍軍庁舎軍庁所在都市である、ノルトハイムには、様々な役所や、公共あるいは、 支援の機関がある。主なものを以下に列記する。ノルトハイマー・ザイトゥングは、1910年から、ノルトハイムで最も新しい新聞である。この新聞社は、1974年に、ヘシッシェ、ニーダーザクシッシェ・アルゲマイネに吸収され、ノルトハイム群の重要なローカル新聞の一つになっている。リヒエン・サフォン、ノルトハイムこれらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最終直接参照してはおりません。ありがとうございます。